東福寺は、岐阜県養老郡養老町にある、薬師如来を本尊とする臨済州南禅寺派の寺院で、3号は旧章山。戦国時代に多芸軍の領主であった丸茂氏の菩提寺。正確な創建年は不詳であるが、鎌倉時代の武将小笠原長清が、鎌倉幕府の許可を得て建立したと伝わる。創建時の宗派及び解散は不明。 創建当初は滝古木の地にあったという。その後、常時2年に、小笠原町、清の子孫の丸も金寄りにより、中高されている。応仁2年、小笠原町、清の墓所があった慶町清寺が消失した際に、丸も長てるが、小笠原町、清の遺骨を当時に分骨して葬っている。元禄12年正月に、海禄の災いに遭い、一部を消失するが、 原文2年に再興を果たした。昭和9年には北川改修工事に伴い、現在地に移転する。丸も金よりから丸もサブロベに至る21代の墓のほか、丸も主歴代の遺廃を祀っている。また、前述の小笠原町、清の国旗を造し、漆骨造機として、岐阜県の文化財に指定されている。境内には、音量が宿り、 美音を保ち寄る舞期生を挙げていた奪いしという奇跡があったが、寺に滞在していた、青岩小鉄が歌を読んで刀を当てたところ、以後会員はやんだと伝わる。ありがとうございます。